後半戦の幕開けは8月灼熱の山口県美祢サーキット。87年ここが西日本サーキットと呼ばれた頃に初優勝を挙げている本間は、沼田加藤のワークスマシンを相手に気迫の走りを見せる。トップ3台からやや遅れて単独4位を走行する羽賀は、レースも残り5周を切ったところで痛恨の転倒を、シーズン初のノーポイントとなってしまう。非常に残念な結果になったし、まあ怪我も負ってすごい痛かったから、すごい今でも思い出すと悔しいですけどね。一方トップ争いはさらに過熱。本間は終盤に入りタイヤを消耗した沼田を猛然とプッシュする。そして17周目の試験員でコースアウトを喫した沼田は3位に後退。トップに立った本間は追いすがる加藤を突き放す。本間は93年3月鈴鹿の全日本 GT500 以来3年5ヶ月ぶりの優勝。加藤はテストで骨折した左鎖骨の痛みをこらえながらの2位。コースアウトを喫した沼田はその後の追い上げも及ばず3位となった。初優勝できた三重のね、また勝ててとっても嬉しいですね。ちょっと乗れてなかったんですけど、決勝の日みんな応援してくれたんで必ず行かないと。羽賀がノーポイントとなり、2位沼田との差はわずかに3。さらに僅差で続く加藤と本間の4人までにタイトルの行方は絞られた。迎えた第8戦鈴鹿、ついにヤマハはワークスマシン YZR を羽賀に託す。しかし練習走行でトラブルが発生し、羽賀は乗り慣れた TZ で戦うこととなった。こんなにトラブってんだったら TZ の方がいいなとは、ね、内心思ってたんだけど、やっぱりその後のレース YZR で出なきゃいけないから絶対なんとかしようとはずっと思ってたんですよ。そして迎えた決勝、タイトルを争う4人に95年型 RGV ガンマの秋吉を加えた計5台がトップグループを形成。朝のフリー走行で2分10秒台を叩き出した加藤はハイペースで後続を引き離しにかかる。しかし5周目の S 字立ち上がり、朝のフリー走行で結構タイムも良くて、あ、これはちょっといけるかなと思って、結構コーナーリングスピードとか結構速すぎちゃったみたいで、で、まあ、切れ込んで S 字で転んじゃったんですけど。そしてレース終盤、本間が突然のスローダウン、マシントラブルでリタイアとなる。秋吉もトップ争いから遅れを取り、レースは沼田と羽賀、タイトルを争う2人の一騎打ちとなる。ここまで何度も序盤でトップに立ちながらサスペンションセッティングの問題で終盤のペースダウンを余儀なくされてきた沼田。しかしこの第8戦鈴鹿ではブレーキトラブルを抱えていたこともあり、終盤の勝負にかける作戦に出た。羽賀の追撃を振り切った沼田は開幕戦以来のシーズン2勝目をマークする。やっぱ人間諦める感じだな、とりあえず諦めてやるだけやっちゃおうみたいな。そしたら、まあ、いろんな問題もその時でも問題がなかったわけじゃないんですけど、諦めた人間は強いなと思って、まあ、うまく優勝が転がり込んできたみたいな。ついに沼田と羽賀は同ポイントでランキングトップとなり、加藤と本間は大きく後退。シーズン終盤 GP250 のタイトル争いは沼田と羽賀の一騎打ちの様相となってきた。迎えた第9戦つくば、沼田はシーズン3度目のポールポジションを獲得。対して羽賀は YZR 初の予選で3番手につけ、2人の対決ムードが高まってくる。残り3戦を、まあ、トップ争い楽しく、やるために会社が、まあ、YZR を出してくれたんだと思ってますから、まあ、それに応えれるようにしっかり、まあ、楽しんで、で、まあ、目の前のものをクリアにしていけば、まあ、ついてくるだろうというふうには僕は思ってますけど、まだね、4人とも一応チャンスっていうものはあるんで、まあ、いかに自分がそこを逃さないようにね、せっかく掴んだチャンスなんで、飲まらない、取られないようにね、頑張れば、まあ、最後に笑えるかなっていう感じですけどね。まあ、強いて言えば今シーズンの巨人が僕かなって感じですよね。終盤に来て巻き返したっていう感じで、はい。しかし決勝は台風のため中止となり、沼田と羽賀の対決は第10戦 TI に持ち越されることとなった。第10戦 TI サーキット間、羽賀は予選1回目にスリップダウン、なんとか2回目のセッションで挽回しフロントロー3番手につける。予選2番手の沼田も決勝日朝のフリー走行で転倒、 T カーで決勝に臨む。
迎えた決勝、レース序盤は沼田と羽賀がマッチレースを展開。ポールポジションからやや出遅れた加藤はトップ2台の激しいバトルの間にその差を縮め、レースは3メーカーのワークスマシンによる三つどもえの戦いとなる。中盤ペースアップした加藤は逃げの体勢、フロントサスペンションのセッティングが不完全なピーターを借る沼田はペースダウン。トップ3はそれぞれ単独走行となり、以後のオーダーに変化はなし。加藤はポールトゥーウィンで第5戦富士以来のシーズン4勝目、 YZR 初レースの羽賀は2位、沼田は3位でチェッカー。これで羽賀と沼田はわずかに2ポイント差で最終戦 MFJ グランプリを迎えることとなった。開いております。決戦の舞台はスポーツランド須郷。公式予選の冷たい雨がタイトル争いの明暗を分けることになる。羽賀は予選1回目に転倒、左足首を負傷し歩くことさえ辛い状態となってしまった。もう正直言ってどうしようって感じですねかなり痛かったです。明けて決勝当日は快晴のドライコンディションとなった。予選で転倒を喫した羽賀はセカンドロー8番と、左足首の痛みはさらに激しい。対する沼田はフロントロー2番、そしてポールポジションはグランプリ1年目をランキング5位で終えた宇川透。 NSR の開発者で1年ぶりに須郷を走る。そしていよいよ決戦の幕が切って落とされる。絶妙のクラッチミートでロケットスタートを決めた沼田がホールショット。以下本間、宇川、加賀山、加藤と続く。やや出遅れた羽賀は3コーナーで玉田をかわし、加藤に次ぐ6番手につける。スタートでトップに立った沼田は序盤からハイペースで後続を引き離していく。もう自分が何年間かやってきたレースの中の区切りという気持ちがすごい強かったんで、だからいいレースがすごくできたんじゃないかなっていう。タイトルにはほとんど気にしないで。一方、羽賀の YZR にブレーキトラブルが発生、トップ沼田との差は周回ごとに広がっていく。そして沼田の背後にはハイペースで追い上げた宇川が急接近。 GP ライダーの意地を見せる。まあ、宇川君が後ろから来てるのをボードでは分かってたんですけど、僕は来てるからどうだっていうこともないし、まあ、来たら来たで、まあ、95年の全日本の再現だなっていうイメージがあったんで。レース終盤15周目、宇川は完全に沼田を射程に捉える。しかし宇川は試験手前の 110R でハイサイド転倒。これで沼田のトップの座を脅かす者はいなくなった。一方、羽賀はトラブルを抱えたマシンと左足の痛みと戦いながら鈴木の亀谷と4位争いを展開していた。大どんでん返しを望んでいましたけどね、なかったですね。その羽賀をさらに不運が襲う。レースも残り4周を切ったところでエンジントラブルが発生。スローダウンした羽賀はついにピットイン。羽賀の96年シーズンはここで終わった。結局、ね、結果残すことができず終わって、まあいい経験だったかな、まあいい修羅場を経験したかなという、まあ、感じですね。そして迎えたファイナルラップ。スタートから一度もトップを譲ることなく完璧なレースを見せた沼田はシーズン3勝目のチェッカーに向かってひた走る。後続に 3.5 秒の差をつけた沼田はトップでチェッカー。この瞬間、鈴木 RGV ガンマ沼田紀康の全日本 GT250 2年連続タイトルが決定。ランキング2位はシーズン4勝を挙げた加藤大二郎。羽賀健介は最終戦のノーポイントが響き、加藤に1ポイント差のランキング3位となった。そして97年、沼田は念願のワールドグランプリにフル参戦を開始する。